皆さんこんにちは。今回はひらがなの穴埋め問題です。真ん中の四角に共通するひらがなを入れて言葉を完成させてください。制限時間は30秒です。それでは早速やってみましょう。1問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はんでした。さんま、団地となりました。このようにマスの中に1文字入れて2つの言葉を完成させてくださいね。2問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はまでした。姉妹、寝巻きとなりました。もし別解があればぜひコメント欄にて教えてください。別解もたくさんあるかもしれませんね。3問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はさでした。鎖、アサリとなりましたね。アサリにはタウリンが豊富に含まれていて、血液をサラサラにし動脈硬化を防ぎ、また肝機能を正常に働くのを助ける効果もありますよ。4問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はのでした。湯飲み、すのことなりましたね。5問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はいでした。胎児、毛糸となりました。文字の穴埋め問題は推察する力や言語記憶力、想像力を鍛える効果があるそうですよ。6
100問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はくでした。袋、速度となりました。プラスチック製の買い物袋が有料化となりましたが、バイオマスプラスチックを 25% 以上使用したレジ袋や海洋性分解性プラスチックの配合率が 100% のレジ袋は有料化の対象外なんだそうですよ。7問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はんでした。進化、銀歯となりましたよ。時間内に分かりましたか。8問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はいでした。雷雨、大豆となりました。9問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はなでした。アナゴ、イナゴとなりました。最終問題です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はがでした。メガネ、うがいとなりました。今回は何問正解できましたか。追加でおまけの問題です。マスの中に入る文字を20秒の制限時間内に答えてください。終了です。答えはコメント欄をお待ちしています。この問題は以前知の種で配信した動画です。
概要欄に動画の URL を載せていますので、答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。地の種のホームページでは様々な脳トレプリントが無料でダウンロードできます。ぜひチェックしてくださいね。皆さんのコメントや高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。